走るらしいということで、鉄道っぽいやつ作っていきたいと思います。めっちゃ高圧感出てきてるやん、ここに。もう褒めまくりの意味でずっと最高だね。説明書とかないと分かんない。何なの、なんかギアがあるんだけど。ステイテスト、皆さんこんにちは、プラモアイドル高坂ティノです。今日も始まりました、もう現地 TV。 今日はですね、プラモはプラモと言ってもこんな感じの、じゃーん、鉄道っぽいやつ作っていきたいと思います。ね、私もこれ開けたこともないし初めて見るもんなんだけど、おいが鉄道機関車トーマス号シリーズナンバー1、機関車トーマス C11 N ゲージサイズディスプレイプラキット。ほうほうほう、ディスプレイってことはまあザ・プラモデルってことなんだろうね。うん、ふんふんふん。ちょっと待って、でもね、加藤の C11 の下回りを装着することで N ゲージ走行可能なモデルになります。これね、これマジかっこいいんだけど、このままでいいんだけどさ、これトーマス変える？もったいなくね？もったい、あ、ちょ、だからこれのね、開け方がわかんないんだよね、まだに。あ、開けれた。このケースめっちゃかっこいいじゃんね。うん。これがですね、一緒に送ってくださった C10、あ、かっこいい。はぁ、はぁ、かっこいいけど、どこを触っていいかもうわかんないぐらい細かいし、もうなんか偉いこっちゃ。はい。こちらが C11 でございます。C11、じゃーん。もう見てこのかっこよすぎるフォルム、見た目、そして裏側に至るところまで、すべてがこれかっこいい。もうザ・機関車って感じなんですけど、これを入れ替えれるってこと？これに入れて。なんか怖いんやけど、下回りよって言われても私そんな高度なことできるんやろうか。もう怖すぎるんやけど、まあ、鉄道模型のなんてのかが全然わからんままやっておりますが。まあ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 、後でじゃあこの子と合体しようというのが、今回の目標ということね。不安。不安だけど、まあ、ここ飾っときますかね。かっこいいなぁ。で、それと、で、もう一個は、これ、客車4両セット。これもプラキットって書いてある。はぁ、はぁ。あ、これは、N ゲージ走行用の台車も付属しているので、そのまま N ゲージが使えます。走れます。へぇー。だから、これと、これと、これに、これを足したらなんとか走るらしいということで、なんだろうね、組み立てる鉄道模型なのって。へぇー、そんなのあるんだ。知らなかった、私。なんか、そもそも鉄道模型って出来上がってるものだと思ってたから、なんかこんな確かに説明書があってさ、こう、プラモデルっぽい感じのランナーで出てくるなんて思いもしなかった。へぇー、そういうのがあるんですね。ほいさ、では、まあ、せっかくなんでランナーを見つつですね、組んでみようかなと思います。あ、でも本当にただのプラモデルなんじゃないかと思うんだけどな。どうなの？じゃーん。パッパッパッパー、パッパッパッパー。パーラッパッパー、パッパー。いまいち機関車、トーマスの声は出てこないんですけど、森本レオさんがナレーションをしていたというイメージしかございません。すごいな、これ。デカールすげえな。デカールシールなのかな？シールっぽいけど切り目もないし、そういうのなんだろうか。うん。こんなデカールシートがついております。すごい細かいラインですね。うん、よし。はい。パーツは、1、2、3、4、5。私からするとさ、少ない感じがする。けど、もうすでに面白いパーツを見つけてしまった。あのさ、機関車トーマスってさ、トーマスの顔って意外と怖くないですか？なんかね、それがさ、ちっちゃい頃に機関車トーマスを見た覚えがあるんだけど、そのストーリーが覚えてないぐらい昔の話で、で、その頃、子供ながらにこう、おじいちゃんっぽい顔とかさ、いろいろ出てきたじゃん。四角いやつとかなんかいろいろ。で、出てきた時に、ここだけって超怖いなって思ってたのね。で、実際、この前これトーマスをやるっていうのを決めた時に、調べたんですよ。トーマス、顔、怖い、みたいな。ので、サーチしたら、ここだけ抜いてあるやつとかが出てきて、超怖い。これ一回見てほしい。マジで。一回これね、止めて、Google さんとかで検索してほしい。トーマス、顔、怖い、みたいな。すげえ怖いから。で、それと全く同じで、やつを見つけてます。これだよ、これ！これね、今ね、こう仮面みたいになってる。これ、これ、これ、これですよ。これが怖い、怖いやつでございます。怖いトーマスの顔。てぃれんてぃれんてぃれ、いやー、怖えこんなドアップで撮るもんでもないかもしれんけど、超怖
くない、この顔。なんかこれニューアップしててさ、ニューアップ。ちゃんとね、顔認証してくれてんのがちょっと笑いんだけどさ。あ、怖いね、怖いわ。で、あとはすっげえ細かいプラスチックのね、パーツがちょいちょい並んでますね。うん。で、まあ、トーマスということで、この爽やかなブルーがすごい、なんかすっごい爽やかな色ね。こんな感じ。ほんとザ・プラモデルのキットっていう感じになってますね。で、黒いパーツがあったりとか、ここら辺すげえ細いパーツあるな。すごいね。とかね、白いパーツが、あ、白いパーツに四角い顔さんいる。ほら。怖くない？まあ、作ってみますかね、サクッとね。よーし。まあ、ニッパーと接着剤があればいけんじゃないかと思っているんですが、待って、これ下回りってさ、後で取り替えるんだったらいらないんじゃないの？うん。どうせやったら、上だけ作ったらいいのかな？どうなん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 ？ちょっと上だけ作ってみる？下じゃなくて。ね、どうせ動くようにするんやったら、なんかこの車輪いっぱい切んのめんどいわと思って。だから、ここら辺から作っていけばいいのかな？うん。もう全然名前わからん。とりあえず、この、下側のところは、外すだろうと思うので、このキャブコールバンカーブ。もう名前むずくね？全然知らんけど。ほい！ということで、とりあえずは、セメントとセメントを出しまして、使っていこうかなと思います。もうわからんけど、とりあえず切って、踏めばいいのよね。大丈夫だよね。うん、ここから組んでみよう。よし。トゥ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 。もうわからん。曲も思い出せない。これじゃなかったし、こっちじゃないのかな。これ。適当にパーツ切って、乗せてこう。そうしよう。その方が早いよな。そうするわ。そうする、そうする。まあでもなんか、パーツ自体もシンプルな感じだから、そんなにね、サクッと組むまではいけそうね。でもそっから汚したらいいのかな？どうなんだろう。でも全然知らないからな。これランナー A。A。A がついてる。本当に。とかもなく、本当にね、作りやすいって感じ今のところ。うん、なんかシンプル構造最高だわ。そうなの、結局のところプラモってさ、作業が増えるから普通がいいんだよね。普通が最高だと思うんだよね。もうまさに今これ普通って感じで、もう褒めまくりの意味で普通って最高よね。ほんとそれ。よいしょ。でもそっか、鉄道模型の方からすると普段こう組み立てたりとかあまりされない方もいるだろうから、そうするとなんかこうやってね、なんか組んだりするキットを持ってる方も少ないのかもしれないですね。まあ、なんかよく組んでるよって方はよかったらコメントでこういうキットもあるよなんて教えてもらったら、私買って作ってるかもしれないし。まさかね、こう本当に作るキットがあるなんてこれをいただくまで知らなかったので、新鮮な感じでございます。もうね、躊躇なく切っていくスタイル。まあね、そうじゃないとプラもやってるお姉さんとしてはね、頑張らねば。本当にザ普通のプラモデルのキットがされてるので、今の私はシンプルに制作している感じ。向こうとかまだだな。うん、綺麗な。いいよ。うわー、ちっちゃいパーツ出てきた。これなくなるで、こんなちっちゃいパーツ。いやいやいや、なんか付け替えたらポーって飛んできそうやんな。なので、
今日はちゃんと接着が終わるまではこのね、取り付けしない方がいい気がする。うん、あれ間違えた、これ切らんでもよかったんじゃ。あ、こっちやった、いらんかった、ミスター。よし、おいでー。これが何番？ C番、はい、 C ね、待って、そんなでかいか、 C あった？で、あ、そっちか。うん、なんかね、組み立てる雰囲気はすごくスケールのプラモデルと一緒。この組み立てた後の図がない感じとかが似てるかもしれないし、接着する場所をね、軽くそう示してポイーってしてくれる感じとかも似てるかもしれない。うん、待って、 B の12なんてあった？これか。もうなんかちっちゃいパーツ出てくるたびにこうなんか不安に駆られるよね。ほんまにこれなくならんやろか不安ちゃんですね。もうちっちゃいんやって、まあ、あー怖い。あれ意外とないな、でかいパーツ、ちょっと C ばっかりか。うわぁ、これちょっとちぎれそうで怖いパーツやなぁ。もう細いパーツってさ、切り出すときに変な力がかかるとさ、折れちゃうんですよ。それが怖くて怖くてね、切る順番とかめっちゃ考えて切ってるわ。これはどこまでかパーツ？あそこまで。だって取れたけど取るの怖いもんな。はい。うわー、これもなかなかのパーツだな。これ確実に上の丸いやつはいらんやつってことやろ。書いてないけど切っていいやんな。うん、書いてくれませんね。だからスケールのプラモを組んだことある人とかがもうバシバシガシガシ作るもんなのかもしれない知らない。うん、あとは、C3、はい、これね。おお、やめてくれ、どっか行くのやめてくれ。よし、でここもめっちゃあるな。これパーツなんですよ、これやばい。こんなパーツある？うわ、これ切ってええんやろか。いや、めっちゃ不安になるけど、ちょっと切るわ。だってどうせつけなかんもんな。よし、やべえな、ここまでちっちゃい作ると思ってへんかったわ。ちょっとビビってるもん今。マジかよ。で、C の、あ、これか、12、9、3。やばい、今頭の中でずっとね、トーマスっぽい、音楽ね。うろ覚えだから全然思い出せないぐらいちっちゃい頃のトーマスを見た記憶を頼りになんかチャッチャッチャッチャーチャッチャッチャッって流れてんだよね。みんなも多分これを作り始めたらその心になると思う。だってトーマスなんだもん。でもトーマスで一番好きなキャラは誰ですか？なんかもうちょっと優しい顔のやついませんでした？これお兄さんかなんかでが私結構好きだった覚えがあるんですが、もう名前も思い出せないから本当に好きだったか定かではございません。よいしょ。あれ、これぐらいでだいたいパーツ切れたんちゃうかな。また足りなかったら出せばいいか。はい、よし、ここから接着タイムをしていきたいと思います。イエス。よし、まずは、あ、これもう、あ、いいのか。
これはこうなってこうなって、これどこからくっつけていくんだ、めっちゃむずいやん。これとこれを最初いこうかな。じゃあこれとこれ、え、マジでいっとる。これ結構むずいんちゃう、このキット。そうね、これ私気づいたわ、このキットとても簡単ではない気がする気がするけど、まあやるしかないって。ガイドとかそういうのがあんまりない感じなので、本当にぴったり合わせていくのが難しいかもしれませんね。ちょっと溜めたところにこうピタッと乗せて、これはきついな、やばい、接着時間かかる系か。あんまな、時間かかるのはな。よっと、よし、で、軽くくっつけたら流します。で、で、これが、え、これとこれでこうなるの？マジかよ、すげえな。これはなかなかよ、これは結構難易度高め、接着がむずい。ただ私は負けません。なぜなら、せっかく新しい世界のキットに出会えているので、頑張りたいと思います。ただここ合わない、なぜだ。 OK で、この状態で今度はここを接着。はーい、なかなかよね。なかなかよね。なかなかよ、ほんまに。で、反対側。こんな組み合わせ方で綺麗にいくんか、ほんま不安になってくるわ。え、マジで。あったっぽいな。合うは合うの、合うんだけどさ、こうなんかこう輪っか状に今作ってるからすごい不安なんだよね。大丈夫かなって思っちゃう。マジの箱組やかんな。でもガイドもないで、結構きついで、これは。だってこれぴったり作ってかへんかったらさ、最後あれでしょ、 C11 入れようと思ったら入りませんってなるってことでしょ。怖っ、怖っ、怖っ、やばい、ブニってしまったわ、ちょっと。はい、まあまあまあ、ブニったところでね、まあ、やすればいいし、それはそれで削ればいいんで、とりあえずぴったり合ってるのかな。で、上側からこれをこことここでくっつけて、ゴーか。
うん、ちょっとっぽくなった気がします。はい、でこれが1個目、キャブコールバンカーブ、わからんけど、わからんけどね。で次行きましょう、ボイラーブ。でここのこれにつけていく感じやな、つけていく感じ。これ先の方が良さそう気がする。これとこれを先に踏む、こう。あ、すごいトーマスっぽい。あ、これアンダーデイ通るじゃん。温度、温度、温度に出会いました。おー、うん、いいね。で、これを渡して、うわい、よし。で、この上に蓋をしていくのね。はい、で、これをここに刺す、刺し込む。ここ、ここ、こうなのか、どうなのか、全然わからない。あ、ここっぽいな、上は残るんだな。あー、こうだな、ならこう。あ、はまっとる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 けど、ここ置くん、ほんまに。めっちゃ不安なるわ、めっちゃ不安やけど、横くっつくっともなかった。うん、うん、せやな、ここやね。ここは動くように軽く止めにしとこうか、ちょっと不安なので。うん、で、ここだけできたら横これ貼ってったらいいのな。あ、これ貼るとちょっと収まりが良さそうな感じですね。このちっちゃいやつを上に止める、止めるんか。なんかこのやりにくいところを後にしてしまった。あー、またまたまた、オッケー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 。でもこの時点で一回流そう、絶対落ちるわ。で、反対。ちっちゃいねんな、これがまたなんか開くやつだな、なんかな。オッケー。で、ここに、あー、やめて、こっちについてこないで、ちょっと、このなんか接着剤あるあるが起こってますが、ちょっ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 ちょい、あっ、うん、えらい目にあってますね、今ね。あ、やばい、変なとここっちてんやん、これあかんて、あかんで。で、ここまで行った。あ、なんかぽくなってきたやん。ええやん。で、こっちが、またなんか細かいやつを先に貼れみたいなことが書いてあるので、これは。ちっちゃいとこに入れるのかな。マジで。見えてないで、こんなの。マジで。こんな見えてる見えてる、超ちっちゃいんやけども。すんげーパーツだな。持ってんのかも分からんぐらい今。でも話したいから言えよ。先に来たんや。ならできる。
そうな気がする。いけそうな気がするよ。うーん、めっちゃ大変なパーツだな。んで、これをここに刺してくんか。おー、意外とぴったりはまってくやん。接着剤長さんでも いい感じになってる。おー、ええやん。いい感じやん。めっちゃかっこいいやん。想像よりいい感じになってきてしまったからいい感じすぎる。え、これはどこに服の前に、前の白いとこ、この辺、え、どこにつくどこにつくピタでいいのか。浮いてるもんな、ピタやな。細かいのがついてる感じなのか、うん、これが、うん、左右で違うんやな、うん、あー、なんかちょいちょいこうね、置いてこう差し込んで担当できへんやつがいてるな。でめっちゃ細かいね。でもぴったり入ってくる。嬉しい嬉しい嬉しい。意外とこうぴったり入ってくるのとかめっちゃ嬉しいかもしれない、このサイズ感で。うん、できるやん、ここにね、こういうのに、こういうのに炭が乗ってんのか。炭、石炭、ん分かってなさすぎやな。これ前貼った方がいいんじゃん、さっき、うん、これはちょっと大変そうやな。気にどうした。で、これは、こんなところに、こんな細かいのマジで言っとる。こんなところにこんなのつけるん、やば。どうつくねん、こんなの。つくようにしかつかんねえろけど、どうつくの、突出するのしないのみたいな。してるね。そうじゃないとこれ貼れんくない。多分合ってたやな。この力の方で勝手にどうも。めっちゃすごいパッチャー、これほら、こう手すりみたいなのがこうつくんやけど、すげえパーツだわ。こんな大変なパーツなかなかつけないよね、普段ね。よし。今のところここまでいいんじゃないの。結構いい感じになったんじゃないの。細かいところがね、結構いっぱいあるのがね、いい感じで、あとは裏返って顔ね、顔部分があとつくのね。これ違うやつは、これラスティちゃんが作れるのか。顔変えれるってことね。はあ、そういうこと。え、どうしよう。とりあえずお顔もよくわかんないけど、ま、トーマスのまま行きたいのでトーマス顔を作りましょう。うん、で、あのとうとうやってきたこちらのパーツ使
伝えていこうと思います。もう恐怖のこのパーツ、どう見てもホラーだもんな。トーマスってこれ、でこれ多分アンダーゲートになってるんだよね。なぜって感じだけど、なんでここをちょっときれいに外しまして、この目ん玉を先に入れてからの、これは接着しずに目ん玉を変えれる方式っぽいので、こんな感じで、ちょっと、白目だけどね、まだね。そう。で、これをはめると。よいしょ。ほんとだ、パッチンになってる。あ、はまらん。ちょっと怖いな、まだ他が緩いかもしれへんし。そう、はまらんね。あ、また。あ、いいかも。ちょっとだけさ、ちょっとマジックで書くって書いてあるから、目ん玉入れていい？ちょっと不器用な目ん玉でごめんよ。はい、でもこんな感じでトーマス顔が出来上がりまして、はい。で、これをこれにくっつければいいんだろうけど、私これを上下剥がすのがすっごい怖いんだけどさ、上回りの裾を両側に広げるようにして取り外すね。もうこれだけでかっこいい。怖いんですけど、上の周りの裾を広げる。あ、本当だ。あ、え、取れちゃった。これ合ってんのか。え、合ってんの？合ってんだろうね、多分ね。取れる取れる取れろ。取れていいとこだったんかちょっと分からんけど。上回り。動力。ここはここは残るな。ここからかな。これもいらないはず。お、取れた。取れてく。超怖いんだけど、私あ、切りそう、やだ。あ、お、お、取れた、取れた、取れたよ。で、この上からも、これもっと取れるんじゃないの？わかんないけど、怖い、怖いよ。怖いけど外れてるんだよ、どう見てもな。お母さん、これは怖いです。とっても怖いです。ここも取れるんですか？ここも取れるの？取れないの？取れるの？取れないの？わかんないよ。こわー、こんなにかっこいいの私おるんじゃないかな。ほんまにかっこいいんやけどな。もうトーマスやめへん？絶対このままいったら、え、これは？これ中も取れるんでしょ、どうせ。これ取れるんじゃないの？あ、お、お、ちょっと浮いた。え、全体が浮くってことなの？お、お、お、あ！外せるね、こんな鉄道模型の人たちすごくね。だってこんな、え、取れ、ほんまに取れるの？うちは、いやでも取れるんやろうけど、取り方わからんってほんま怖いで、これだって、おったもん。めっちゃ怖いんやけど。でも浮いてるしな、ここも浮けるな。
ここも受けるんよな、ここも受けるんよな。なんか外し方とかコツがあるんだったら教えてくれ、ほんまに。ほんまに。浮き上げっていいやろか。行ったら負けるもんな、あの。もうなんか一回折れたからもう心が折れまくりだよえ、わからんし、ちょっとわからんちゃんなんですけども。したいんだ、トーマスにしてやるんだ。 C11 の下よ、どうか外れておくれ。ただもうなんかいろいろやられそうだよ、私の心が。もう怖いよ、だってこんなんここも外れへんし、そこも外れへんしな。カキカキ打ってるし、あ、違う、ここも外れた。え、これ外れていいの、こなの、え、これがあるからダメだと思う。これも外そう。こんなさ、こう柔らかそうなパーツをさ、こんなバリバリ外すの、これって。マジで言っとんの？マジで怖いんやけど、私。外れてくけどさ、怖いよ。いやでも、こっから先はもうこれ行くしかないやんな。外ですよ、あなたが一番。あなたが一番外にいます。けどこれ良かった、なんか足りん気がせん、この中の外。え、これ取れたあかんやつ取れてへんの、そんな分からんないけど。いやいや、でもまだやした。うわー、めっちゃ怖いんやけどさ、ほんまこれで合ってんの。え、待って、めっちゃ飽きるやん、こんな。怖い。してるやんな、外さんとトーマス乗らんよ。もう戻せる気がしん、もう絶対戻せん、
絶対戻せん上にこれ説明書とかあんのそもそもと思って今探し始めた。外せる説明書があるなら助けておくれよ。どこまで外せるの？手書いてない外し方なんて。鉄道模型のみんなは天才なのか？マジかよ。わからんちゃんよ。うち鉄道模型の仕組みは分からんよ全然マジで。え、やっちゃったんじゃないこれ。プラントしてえ、分からんってもう無理。ギブアップしようかな。もうなんかこれやばいって。もう戻せんし固まっとるし。なんなんこれ。ほんまに左右にちょっと広げながら上へ向かってっても取れやんのな。もうこれギブアップしていいですか。鉄道模型をさ、まあ、全然触れてない私にはちょっとハードル高かったかもしれないね。ここまでなんだろう、工作するじゃないけどこうは、ま、なんだろう、鉄道模型が怖い。戻せないもん。もう分かんないってなってる。でもはめたかったよ。でもだってこれが取れないのもう訳分かんないもん。ちょっとどうしよう。もうごめんなさい。私にこれを頑張れと言ってくださった方申し訳ないんですが、破壊して終わりそうな気がします。はい、ぐらい分かんないです。今なんかギラー入ってんだね下にね。それも知らなかったわし、なんかこのどうしてああ心が折れた。ちょっと待って、これもう鉄道模型詳しい人のとこ行かなあかんくない？ちょっと、もうなんかいろいろ取れてってるんやけど、もうわからんし、どうしたらええんや、これはもう。ほんまにわからん。どうしたらこれ繋げられるか、ちょっともうなんか鉄道、あっ！なんで急に外れたん？わからんけど、外れたぞ。外れた上になんか透明なの出てきたけど。これはここまで外してよかったんでしょうか？しこの車輪の戻し方も分かりませんし、これどうなってんの車輪。なんかギアがあるんだけど下に。そう、いやもうなんか説明書とかないと分かんないもんだね。あ、はまんはまん。いやダメだわ、私には多分この鉄道を戻すことはもうできない気がする。分かんない。なんかここまで外しちゃったけどってどっか持っていくわこれは。俺に折れたわ。鉄道模型の分解が一番難しい。なんだろう、ここ組んでる時はすっげーすっげー、あ、プラスチックみたいな感じだったのにさ。はぁ、でもこれなんかこう重なるのかな。ちゃんとこうなるってことでしょ。ほんともうわかんねえよ、わかんねえよ。どこまでが必要でどこまでがいらなくっての全然わかんないや。はぁ、なんかいろいろ取れちゃったしさ、わかんないや。あ、でも気づいたらこれギアのとこ入り込んでるからもういいんじゃないかな。ね、このあれ、このさ、クロリインパがどうなってるの。ここもはまってないの。え、どうなってんの。どうなってんの。なんか2個ぐらい抜けちゃってるってこと。ギアのところ、分からん。一番の方にこれ切ったらできる。
いやもう無理やめとこ、なんか壊すだけな気がする、本当にわかんない。鉄道模型恐るべし、初心者すぎてごめんなさい。ただなんかできる限り被害が少ないうちに持っていこうと思います。で、これもどっかで乗せてもらうわ一緒に。悲しい、今ね悲しみに暮れているよ。もうどうしていいかわからん。いやい、鉄道詳しい人だったら直しでな、ちょっと持ち込んでみるわ。鉄道詳しい人レールやってるお店とかだったらなんとかなのかな。いやもう全然わかんねえっすわ、これの戻し方全然わかんない、本当に。この車輪ちゃんの戻し、あっあっちょっと戻ってたぞこれ。なんか食うとこ食うから入るとこでハマんじゃないか。C11 に合体させるというはずの動画でしたが、C11 の方が全然わからないという鉄道模型初心者あるあるが起こってしまいました。なのでもうね、いやだってそんな安いものじゃないことがわかるからすげえショックなのね今ね。だからちゃんとお店に行ってこの続きどうにかできないかちょっと助けてもらいに行ってきます。みんなも多分怒るよこういうことが、こういうことしてたら。ということで、なんだろう、頑張れっていうコメントをぜひお待ちしてます。あの鉄道詳しい方、こうやったら治るよっていうのとか、ここ見たらいいよっていうのがあったら本当に教えてください。悔しい、でももうちょっとこれはちょっともう分からへん、もう全然。ということで今日は、今日すげえこのバラバラの惨劇の状態で終わっていきたいと思います。あのね、キット自体を組むのは本当にプラモデルだったから一緒だったんだけどね、ここから先のここがね怖い怖い。なのでこの客車もこの子ができたらまた作ってっていう形で一個ずつステップアップできたらええなと思ってます。頑張るー、悔しい悔しい悔しい。ということでまた頑張るのでよかったら応援お願いします。以上モテッチュ TV でした。トーマス、君のことを怖いって言ったらいかなかったのかな。